どうも、まっちゃんねの、まっすー、こんばんは。はい、あのですね、私、SNS を活用させていただいておりまして、マジで TikTok っていうのを、マジ中毒性もあればすごい見ちゃうわけ。で、私のちょっと好きな、そのメイクを紹介するお姉さんがいるんですけども、そのお姉さんが紹介していて、私も、で、気になったので本日私もやっていこうと思います。で、何を今日紹介したいかと申し上げますと、こちらですね。リッププライマーでございます。リッププライマーって何ぞやって、やっぱ男性の方とかめちゃめちゃ思われると思うので、調べます。あ、私だって日本語説明できないもん。リッププライマーとは、唇にぽっこりとした厚みを出してくれる美容液のこと、潤いをたっぷり与えることで、縦じわ目立たなく、色っぽさを、なんて思う？ふっくらとした唇を叶えてくれるアイテムです。漂わせるだ。絶対そう。はい。てなわけで、私も皆さん見ての通り、上唇マジでないんよ。なわけでね、まあ、こちらを使って唇ぷっくりしていきたいと思うんですけど、なんか、1,2,3 ぐらいのレベルがこれあって、もうな、1はまあ、程よいいい感じって感じなんですけど、3は激痛らしいの。まあさ、痛みに強いからワンチャンいけるかなと思って、1と3を買いました、今日は。1と3かもしれん。わかる？ 2 と3、あ、2と3を。あ、わかんないな。どっちだろう。待って、ちょっと一回調べるわ。なんか間違った情報言えんから。2と3だった。2と3を買いました。でもさ、なんかやっぱりさ、なんか、こんにちは。なんかパック同様、こっちとこっち分けてやっていこうと思います。では、別ら、ゴーディン。まずジャンネル。じゃあね、まず開けていきます。いや、まず開けとけよって感じだけど。え、マジで開けとけよって感じだね。なんだ、なんでいた、工場の匂い。え、くっさ、ばあちゃんのそのままの匂いするんだけど。まず、レベル2。え、甘い。なんだ、なんかさ、お菓子のさ、量り売りの匂いがする。逆にさ、ってなんか嗅いだことある。なんかね、待って、キシリクリスタルだ。こっちの半分がこれ、このピンクで、こっちの半分がルールさんで今日塗っていこうと思います。いくよ。え、怖い怖い怖い、待って、怖い。え、触れたわ。する。ちょっとピリピリするかなみたいな。ちょっと時間を置くごとにピリピリしてきました。ちょっと1分間置いてみます、このまま。はい、1分ぐらい経ちました。全然まだ痛くない。変化もない。本当になんか口の周りに、なんだろう、なんか、オロナイン軟膏塗ってるイメージ。じゃあ、この子行きたいと思います。いや、もう怖い怖い怖い。非常に強いピリピリだよ。どんな感じなの？ちょっとリハーサル。こんな感じかな。じゃあ、怖い。怖いね。うわぁ。YouTuber の話だぞ。怖い。はぁ、痛いの嫌だ。痛いの嫌い。行くよ。行くよ。いや、待って、本当にバンジージャンプの斜めに嫌なんだけど。行きます。え、待って、待って、行きます。痛い痛い、待って、痛い。何も食べてないけど、辛いもの食べた後の唇の痛さ、痛い、待って、痛い、パパパパパで、1分間見ていきたいと思います。ちょうど16時なんで。ねえ、もう分かる。心なしかさ、こっちだけ赤くない？痛い。これつけたらさ、小顔効果も期待できる。口めっちゃ動くから。これ、どのぐらいだったら痛くなる、なくなるのか、ちょっと一回検証してみよう。はい。だいぶ痛みが若干落ち着きました。
だいたい本当に着くのに4分かかりました。途中で大事件が起きたんですけど、プライマーがついている状態でベロ触れちゃったんですよ。ベロがガチ痛い、先端みたいな状態やったので、気をつけて。ってことはこれ手にやっても痛いんかな。ちなみにこの糸目、ああ全然痛くないわ。わかるかな、多分こっちのレベル2よりレベル3の方がなんかちゃんとぷっくりはしてきてると思う。ぷっくり見せたい方いたらやってみてください。これでちょっとリップ塗ってみます。はい、唇塗ったらこんな感じ。ぷくっとはなってて、身分はいいんじゃないかなと思うけど、おしゃれは我慢でそういうことなのかなと思いました。そして服装と唇が合ってないことに大事件を感じております。はい、よかったら皆さん Amazon で買えたので、 Amazon でリッププライマーって調べてもらったら出ますので、よかったら買ってみてください。はい、じゃあそれでは猫ちゃんの方が良かったなって思う方もいでしたら、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。以上、まず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 、うららまちでした。ぽいちょー。